顕微鏡検査焦点ですね。ちょうど今これ細胞が 1,2,3,3つぐらいと、なんか死んだ細胞があります。で、前回は昨日か結晶がいっぱい出てたんですけど、今回は結晶出てないですね。それからあと、赤血球、白血球も出てないと。これは死んだ細胞っぽいですね。これも細胞っぽいですね。でもだいぶ大きな細胞ですね。はい、倍率を100にして下げます。はい、多分この辺が細胞だと思いますね。100で見ても全然結晶が見当たらないと。細胞が一つともう二つ三つ重なっている感じですね。これも細胞だと思うけど核がないと。はい、まあそういう中ですね。まあ、まとめると赤血球、白血球出てないと、細胞成分はまあちょっと固まってるのはあったけど、全体的にはそんな出てないから二次試合に行くぐらい。結晶成分と細菌出てない。入院中も今日のは出てないと思います。以上です。